来週解散をするということです。定数削減実現していません。重大な約束違反だと私は思います。極めて残念です。強い軌道上で覚えてます。野田前総理は2年前に民主自民公明の3党で合意した定数削減について。 安倍総理が約束を果たさないまま解散総選挙を行おうとしていると痛烈に批判しましたさらに安倍総理が消費税増税の先送りを選挙の争点にするのは究極のポピュリズムだと指摘し今回の争点はアベノミクスの失敗だと強調しました